来場いただきましてありがとうございます。さあ昨日はねあいにくの雨模様でしたが、最後までご観戦いただいた皆さんありがとうございました。さあ今日はいよいよ交流戦の前、 ZOZO マリンスタジアムで行われる最後の試合ということで、ぜひね勝ってチームを送り出していきたいと思いますので、皆さん熱い応援をよろしくお願いします。改めましてイベント MC 小夏と、はい、MC 研修生のみももです。はい、よろしくお願いします。このお時間は、ボールパークステージオープニングのコーナーといいまして、はい、今日のイベント情報をお伝えしていきます。 M スプラッシュからも一人早速呼んじゃいましょう、はい、今日は M スプラッシュからアスカどうぞ。拍手の皆さん、はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ではアスカから自己紹介お願いします。はい、 M スプラッシュ4年目になりました、リーダーのアスカです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあアスカは2018年のリーダーということで、もう試合も始まって5月が終わろうとしてますが、今年の2018年の M スプラッシュってどんなチームですか？そうですね、今年は特に賑やかなメンバーが多いので、本当に普段から先輩後輩関係なく誰とでも話してるイメージ印象がすごい強いですね。あの新メンバーのみんなももうすっかりなんかね、あの打ち解けて M スプラッシュって頑張ってるよね。そうなんですよ、もう2ヶ月経ってみんなもう慣れてきたみたいで、はい、一生懸命頑張ってます。では今年のチームはすごくこうまとまってるって感じかな？そうですね、あのこの後にあるダンスショーも、あの実は後ろでメンバーで出てないメンバーが出てるメンバーの名前を呼んだりとか聞こえてくるよね、皆さんの方にもね、はい、なのでぜひよかったらそこにも注目してみてください。はい、ぜひね今年の M スプラッシュアスカのもと、頑張ってますのでパフォーマンス注目していてください。さあ先ほどもちょっとお話ししましたが、いよいよですねもう来週から交流戦が始まるということで、今日が交流戦前 ZOZO マリンの最後のカードになるんですけれども、あの改めて今年 M スプラッシュのみんなはどこの球場に交流戦遊びに行ったりするんですかね？そうですね、はい、今年は神宮球場に、あ神宮球場、はい、あとは名古屋ドームにも行っちゃいます。はい、これからね詳しい情報はホームページの方にアップするんですが、 M スプラッシュが行くのは神宮と名古屋ドーム、そしてマー君だけになりますけれども、甲子園の方にマー君が、応援に行くということなんですよね。ではちょっとアスカにこの交流戦の思い出なんかを聞いてみたいんだけど、何か特にこう思い出に残ってることとかってありますか？そうですね、うん、一昨年私名古屋ドーム行かせていただいたんですけども、うん、はい、やっぱり名古屋ドーム、あの風とかがないので、そうだよね、環境が違うからね。そうなんですよ、私たちとかマリンスタジアムで風だったりとか昨日みたいな雨だったりとか、ね、はい、あって、やっぱりそういう風とかがないドームがすごく新鮮な感じがしました。今年は楽しみですね、またね。そうですね、はい、また名古屋ドーム行かせていただいて、あとドアラもそうだよね、なんかこうドアラとの思い出とかってあります？そうですね、ドアラ実はというか皆さん知ってると思うんですけども、お尻に野球ボールがついてるんですよ。尻尾がボールなんだよね。はい、はい、なんか今日あの一昨年行った時にちょっと触らせてもらったんですよ。あ、尻尾を触ったの？はい、うん、そしたらすごい怒られて嫌だった、はい、なんか触らないでみたいな、怒られちゃった。はい、そうなんです。じゃあ今年もなんか攻防戦があるかもしれません、ね、そうですね、ちょっと気づかれないようにちょっとだけ触ってみたいと思います。はい、もう交流戦はね、そうやって両チームのファンの皆さんもあのセ・リーグの良さ、パ・リーグの良さを感じてもらって、もっともっとこう野球が好きになってもらえるんじゃないかなと思いますので、皆さんも楽しみにしていてください。はい、では今日はアスカと一緒に、今日のイベント情報をお伝えしていきましょう。はい、まず、本日はオール